XPBBC レンジャー飛行する XPBB-13144 号機 XPBBC レンジャーはボーイング社がアメリカ海軍向けに開発した飛行艇。試作のみで量産はなされなかった。愛称の C レンジャーは海のレンジャーの意。1939年にアメリカ海軍は長距離洋上障害飛行艇の提案を各社に求めた。 ボーイングはモデル344を提出し、試作することとなった。試作された機体は、XPBB-1 と命名され、海軍より、試作発注が1940年6月29日に行われた。1941年10月には57機の量産発注がなされた。XPBB の XPBB はそれぞれ、試作機、懲戒爆撃機、 製作者名という意味である。XPBB-1 は、レシプロエンジン双発の飛行艇であり、主翼は、高翼配置で、外翼部に固定式フロートを持つ。尾翼は通常配置。機種、機体後上部、ビブに1 2 7ト、mm、ル連装機銃を装備し、機体後部側面左右に1 2 7ト、mm、ル単装機銃を装備する。主翼は、 B-29 向けのものを改め設計して用いている。主翼内に爆弾を搭載するほか、主翼下に左右角2発の魚雷を搭載できた。1942年7月9日に初飛行している。性能自体は良好であり、1943年には海軍へ引き渡された。しかしながら、アメリカ軍は PBB よりも B-29 を重視した。 ボーイングは PBB 量産のために、レントンに海軍向け航空機工場を新設していたにも、かかわらず、この工場は陸軍向けに振り替えられ、B-29 の生産が行われることとなった。このため、PBB は試作機一機製造のみで生産が中止された。飛行試験自体は百四十五年一月まで続けられたものの百四十七年にスクラップに、 された、x p b b 1三面図、ありがとうございます。